ステージ。こんばんは、水木有沙です。こんばんは。月、一つお願いがあるんです。でしょうね。火花を私にください。は？火花は私が書いたということにしてほしいんです。どうも、スパークスです。よろしくお願いします。まあ、大阪から出てきてね、頑張っていかない言ってるんですけどね、霊感が強いからね、顔面見ただけでその人が天国に行くか地獄に行くかが分かるんですよ。おー、すごいやんか。地獄、地獄、あの、弟子にしてください。お、ええー、よ。ただしな、一つだけ条件がある。何ですか？俺のことを忘れずに覚えといてほしいね。いやいや、お兄ちゃんに言うてんねんな。いやいや、お前がやってんの表現やろ。いや、最高の最高のお兄さん、だからどうするお兄さん、っていうことで最高のことで。違うのはこの人で。誰？金星人。はぁ？金星人なの、この人。どうも、金星から来ました原作者です。俺らに変なこと言うても、お前は変なことやと思うの。全部現実やねん。書いてはるんですか、小説。え？すみません、神谷さんに聞きました。マキさん、小説家志望やって。神谷な、もう首回らんぐらい借金でかなっとるわ。そうなんですか。僕は漫才師になって絶対ならんとこうと思ってたんですよ。それがこの相方に中学生の頃に出会ってしまったせいで、僕は漫才師になってもうたんですよ。漫才だけで食べていける環境を作れなかったことを誰かのせいにするつもりはない。ましてや時代のせいにするつもりなどさらさらない。世間を無視するということは人に優しくないことなんです。それはほとんど面白くないことと同じなんですよ。答えはもう言わんといてくれ。もういいわよ。私は小説家にはなれなかったでいいです。小説家にはなれなかった。でも女優さんですよね。誰にも知られることなく誰でも亡くなってしまった人たち、でも確実にいた人たち、そんな人たちの伝記です。